しかない。ハイフライプロー IWGP が見えた。カウントめっちゃ。第56代 IWGP ヘビー級王者棚橋博史、ハイフライプロー大きな勝利だ。カウントめっちゃ。俺は今日全体力の日を障害を当てるので、今プロレス界ができる最高の戦いを見せてくれました。夜空に飛んだハイフライト、完璧なハイフライト、がっちり決まった。福岡の皆さん、愛してます新日本プレスを盛り上げていくんで、よろしくお願いします。棚橋が8度目の防衛に向けてハイフライフロー2連発、8度目の防衛、まさに素晴らしい近年まれに見る攻防。棚橋はギブアップにこだわりを持っている。さあ棚橋、ギブアップを奪うことができるかどうか。9度目の防衛に成功、ついにあの橋本真也に並びました。ハイフライフロー、いったいったいった、ハイフライフロー、棚橋やった。棚橋が永田のもて最多防衛記録に並びました。棚橋博史が歴史をつかむハイフライフロー、完璧に鈴木を捉えた。棚橋が歴史を作った史上最多11度目の IWGP の防衛に成功。どうぞどうぞ、あおいしょ。世界中探しても次の挑戦者俺しかいねえじゃん。お前の防衛力俺が止めてやる。今年で10年連続の開催となるレスリングドンタクは史上初の2連戦。バレットクラブの内紛闘争、その行方を占う注目の一戦が福岡で。新日本プロレスのゴールデンカード、棚橋博史 VS 岡田和親、歴史的一戦を見逃すな。 5.3、5.4 福岡国際センター 2days。